はい、またユタボンがね、えー、変な動画を、ね、作ってしまったということなんですよね。で今回まあその、メタバースかなんかで勉強してるということについて、えっと、話してたんで、まあ、それについて僕が思ったことを話していこうかなというふうに思います。まあ、これは案件動画なんですよね。で案件動画でそのメタバースで勉強するんだみたいな、そういう教材を売ってる人とコラボしたみたいな、そういうふうな感じですね。で、結論から僕が申し上げますと、いや今までの言動からすると、えー、勉強してるんだということに対して全く信用できないですね。はい うん、ずっと言ってますけどその彼はすでに彼,彼というか彼らはすでに「狼少年」と化してしまってるんですよねあのユタボン親子っていうのは。だからこうどんだけ綺麗事を言ったとしてもこう本人たちが今まで嘘ばっかりついてるも,ついてるもんですから。 誰も信用してくれなないわけなんですよねと、うん、いうか、その誰も信用しようとしないと思いますね、今の段階では。で、このメタバースか何かの教育会社もちょっとおかしくて、あのユタオに案件を頼む時点で、えー、クエスチョンと、えー、そういう風なところなんですけど、動画を上げてから受,受講料を4倍に上げてるんですよ。4倍か5倍かそれぐらいにこう値段を吊り上げてるんですね。うん、まあ、自ら、ね、信用をなくしに行ってるっていうよくわからないことをやってるわけなんですよ。まあ、何かのギャグですかと、えー、そういう風に思うわけですけども。 はいそういうふうに思いましたね。とい、まあ、かま何かのギャグなんですかね冗談なんですかねこれは、うん、っていうふうに思いましたまあうんそうなんですよだから何で狼少年と化してしまってるユタボンに対して案件を振るのかなとしかも教育の話みたいなそういうところでちょっとあの全く何て言うかな戦略的にこうメリットが見当たらなかったのでね僕はちょっと意味が分かりませんでした。ははいといいとととうことで、ねまあ、今日はそれについてえっ、ー ユタボンがそういうところとコラボしちゃうっていうのを、えー、書いてる記事がね見つけたんで、まあ、これを、えー、抜粋していこうかなというふうに思います少年革命家ユタボンチャンネル括弧登録者15万2000人ではご報告ガチで勉強してみたと題した動画をアップし2月からオンラインのフリースクールで勉強していると報告同スクールを運営する学長と対談し朝から16時まで英国数の基礎学力を勉強していると説明小3では不登校になってユタボン 1>, 1週間ずっと数学をやってきて数学好きになったんですよ。今平方根が終わって二次方程式をやってるんです。難しいんですよ。頑張っているんです。休み時間には四字熟語をやったりしています。などと現状を明かし自分に合った学び方でまだまだあかんと締めたっていう風に感じなんですけど、うん、まずねこの1週間ずっと 1>, 1週間で平方根とか二次方程式に行けるんかと、えっと、平方根とか二次方程式って中3の内容なんですよねだから中1中2を、えっと、2日か3日で終わらして平方根とかやってるってことなんですかねうんとまあ分かんないですけどまあそういう感じなんですよねうんまあまあななんていうかな貼ってつけたかのように平方,平平方根とか二次方程式の、えー、話題が出てますけど、まあ、正直その言葉とかだけだったら誰でも言えちゃうんですよね あのこういうのをあのバカの一つ覚えとかね言ったりするんですけど、うん、でもこういう発信をする代わりにはバカの一つ覚えじゃないんだよっていうことを証拠を出さなきゃいけないわけじゃないですかまああのほ,ほとんどの教育系 YouTuber はその例えば「なんとか大学を出てます」とか「な、え、ん、ー、と,とか大学を受験して合格しました」とか「なんとか高校受験して合格しました」卒業しましたみたいなそういうふうな感じだから別にその えっと、平方根とか知ってて当然というか、えっと、バカの一つ覚えじゃないよねっていうふうな前提で見てるわけじゃないですかでも言うた分はそうじゃないわけですよねバカの一つ覚えかもしれないとえっと今までその 何信用を自ら下げていくような発言をしてきたわけじゃないですかだからえこいつまた平方根とか二次方程式とか勉強してるとか言ってるけどこれ嘘なんちゃうかとそういうふうな疑いをもうすでにかけられてるわけなんですよね、うん、だからこうずっと嘘ついてきてるからこうもう信用する人は誰もいないんですよねだからこそあの本当にこうバカの一つ覚えじゃないんだよっていうことを証明しなきゃいけないわけですよ、うん、っていうかそのククは <laughs> ククはどううなななるのってい風ううな話なんですよ茎ができないのに平方根を理解しようったって無理な話なわけじゃないですか、うん、まあねこれも8月ぐらいえ去年の8月ぐらいになるんですけどあの彼はあのレペゼン地球のえ今レペゼンフォックスかレペゼンフォックスの主催するその「令和の虎の」のレペゼンバージョンみたいなやつに,にユタボンを出演させて。 指摘させたのかユタボンが自ら出たのかちょっとわかんないんですけど、えー、とそこで、えー、とユタボンは「苦くができないと」と、えー、そういうふうなことを言ってたんですねで苦ができないのにこうハーバード大学に行きたいんだとでハーバード大学は国なんだとかよくわからないちょっと説明をしてたんですねでそれから考えると,、えー、となんていうか平方根を理解してるかっていうと苦くができないかっていうとこっちの苦くができない方がなんか信憑性があるわけじゃないですかだってうそばっかりつぎてるからうん で嘘ばっかりついててその何て言うかなこう普段からこうバリ雑言を並べているから結局なんか句もできないんじゃないのかなっていうふうに勘ぐってしまう人がほとんどなわけじゃないですか。なのに平方根ができると平方根を理解したなんてこうそんな無理筋を通るわけないじゃないですか。 あのなんでこうルート4がプラスマイナス2になるって九がわからないのに説明できるんだっていう風な話なんですよね、うん、言葉がじゃなくてそこはもうちゃんと問題を解いて説明してほしいんですよ。というかその周りの大人がそういう風にさせる義務があると思ってるんですよね。教育を受けさせる義務があるわけじゃないですか周りの大人は特に父親、うんこの。この父親がえっとなんだ 問題を解いたりとかして、えっと、もあ解いたりというか解かせたりしてそのバカの一つ覚えじゃないんだとちゃんとくも理解して平方根も理解してるんだっていうことを、えー、分からせないといけないわけじゃないですかメタバースの人も言ったらその中の一人なわけじゃないですかもうあの当事者になっちゃったんだからで台本を作る暇があったらブックオフで500円の問題集を買って解かした方が再生数伸びると思うんですよね、うんまあ、だからそこも、えっと、ミスってるなと何を考えてるんだというふうに思いましたねはい でこのののメタバースの会社の人もおかしいですよ、ね、うんなんでこんな自分の組を占めるようなことをやってるのかっていうのがよくわからないんですよ、うん、ちょっと調べたら分かりそうなものなのになんで案件を依頼するかなっていうふうに思いましたね、うん、でしかも教育の話なわけじゃないですかあの出演料とか案件料を無駄にしたあげく自分たちの利益にもならないとむしろその遠ざかってしまってるようなことを何でやるのかなというふうに思いましたね、うん、正直その調べなくても 彼のツイッターのアカウントのフォロワーを見れば分かると思います。フォロワーというか、フォロワーの推移を見れば分かると思います。うん、これもあのまた違う動画、新しく動画作ろうと思うんですけど、か誰も彼の発信することを信用してないんですよね。うん あのなんでそういうふうに言えるかっていうとその偽歌本からアカウントを取り返しちゃうんですよねで取り返した時にフォロワーがめっちゃ減ってるんですよえっと1日で1万人ぐらいフォロワー減ってるっていう時もあったんですよね、うん、でそのフォロワーが減った説明はそうじゃないとできないんですよ誰も彼の発信に興味がなくてえっと偽歌本に興味があったっていうふうなことだと思うんですよねまあもちろんその乗っ取り行為をやってるわけだからそれはちょっとあのどうかとは思うんですよね唯一乗っ取り行為をしたことについてはどうかとは思うんですけど どうかというかまあこれは違法だから絶対許されるあのー、行動じゃないんですけどうんだからといってその豊棒をフォローすることにつな、えー、がるとは僕は思えない思えないんですよねもちろんそれはかわいそうではあるんですけどでもその後の、えー、行動っていうのがまずかったんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね何日かかってるんだとえー、っとすぐに取り返せた人もいるんですよねあのフォロワーあじゃ乗っ取られた人で でもユタボンはなんか泳がしててでなんか一ヶ月二ヶ月ぐらいかかってふ取り返したわけじゃないですかその間何やってたんだっていう話なんですよ、うん、で結局その偽ユタボンがその乗っ取ったアカウントで人気が出てでユタボンの こう本,本来のに、えー、本来のユタボンっていうのはもうどんどん人気がなくなっていったっていう風なこんな感じなわけじゃないですかだから結局ツイッターのフォロワーの推移を見ればあのユタボンの人気はなくて偽ユタボンにみんな注目をしてるんだなっていうことはすぐわかると思うんですよ、うん、なのにこうなんで頼んじゃったのかなっていう風に僕は思いましたね でだからね先ほども申し上げたんですけどそこは台本を作るんじゃなくてブックオフに行って問題集を買ってやらした方が再生数も注目度も信用も伸びるわけなんですよ。なんでやらねえんだっていう話なんですよね。まあだからこれは本当に平方根が理解できてないっていうふうなことの証拠、えー、物的証拠にはなるんじゃないかなというふうに思いましたね。と、はいうことでまたねまあまあユタくんはかわいそうですけどね。 茎が理解できないとかそういうことは別に茎、まあ、はさすがに理解できた方がいいと思うんですけど、まあ、そこじゃなくてなんかそのどんどんなんかまともじゃない人そのちょっと考えれば分かるようなことも分からないような大人ばっかりにこう絡まれているというかそういうふうな状態になっちゃってるのがかわいそうだなというふうに思いました。はいまあ、彼には、ね、うまくやって欲しいですけどね、はい、ということでね、えー、今日はユタボン君の、えー、案件動画に関する。 えー、ことについてね僕が思ったことを話してみました、はい、面白いと思っていただけたらね高評価とチャンネル登録お願いしますそれでお疲れ様です